キャセイパシフィック航空 700Z 便爆破事件とは、1972年6月15日に発生した航空機爆破事件である。1972年6月15日、シンガポール発対バンコク経由香港行きとして運航中のキャセイパシフィック航空 700Z 便コンベア880は、バンコクを離陸して、 南ベトナムの中央高地上空8840メートルを時速648キロメートルで飛行していた。この航空路はベトナム戦争のためアメリカ軍による北ベトナム爆撃やベトコン相当に向かうための軍用機に優先されていた。そのため、この民間航空機用の回路のような航空路を通過する民間旅客機は乗務員が外を監視するのが常であった。 現地時間午後2時頃に 700Z 便は突如空中爆発を起こし、サイゴンから 300km 離れたプレークのジャングルに墜落した。これにより旅客機に登場していた乗員10名、乗客71名の合わせて81名全員が犠牲になった。乗客には様々な国籍の人々が含まれており、その中には日本人17名が含まれていた。 そのうち12名は、東南アジアへの研修旅行から帰国する途中であった、群馬県のプロパンガス販売業者の一行であり、いずれも群馬県内の同業界の重鎮たちであった。当初、アメリカ空軍機の誤射や、何らかの不幸な原因によって恋もしくは過失によって、撃墜されたと見られていた。事実、事故発生時には付近にアメリカ軍機が7機飛行しており、 アメリカ軍機に向けて、ベトコンが発射した地対空ミサイルが直撃した可能性も、否定できなかった。しかし、事故原因の調査の結果、機内で発生した破片が外側に向かって飛び散った、痕跡が発見されたため、爆発は機外による要因ではなく、機内で発生したことが、明らかになった。フライトデータリコーダーの解析によって、まず貨物室に仕掛けられた爆弾が爆発し、 その衝撃により、機内から飛び出した座席が垂直尾翼と右翼の燃料タンクを破壊し火災が発生。さらには、コントロールケーブルの損傷により、操縦不能に陥った機体は、分解しながら、高速で落下したと推定された。第の捜査機関は、婚約者の女性とその娘を殺害して、保険金を左手することを目的に、彼女のスーツケースに爆弾を仕掛けた被疑者として、 大警察の大意を逮捕し起訴した。しかし、有罪は立証できず大意は2年後に無罪となった。ディビット、ゲロウ、航空事故、イカロス出版1997年、107ページ、AB、ディビット、ゲロウ、航空テロイカロス出版1997年、161ページ、朝日新聞1972年6月16日付紙面。ありがとうございます。